放送法解釈をめぐる総務省の内部文書で高市大臣狙い撃ちも下手りそうな。立憲民主党、小西洋之議員が総務省の内部文書を国会に持ち込み、高市早苗総務省、当時、が放送法の解釈をねじ曲げ、番組を狙い撃ちしたと指摘した。これを高市氏は完全否定した。小西議員が入手したという文書は総務省の関係者から提供されたもので、放送法の解釈変更で当時の安倍総理と高市総務省のやり取りがまとめられたとのことだ。説明しました。この文書について、内容の正確性や文書が作られた経緯が確認できていないものがあるとしています。文書をめぐっては、当時総務大臣だった高市経済安保担当大臣が捏造でなければ議員辞職する考えを示していますが、高市氏は今朝、総務大臣が行政文書だと認めた後も、自らに関わる部分について内容放送法解釈をめぐる総務省の内部文書について、松本剛明総務大臣は、一部関係者から聞き取りを行うと認識が異なると。当事者の方々から実際に内容が異なるという話も出てきている。行政文書という定義に当てはまるので公表させていただいたが、内容については精査していると国会で発言している。マスコミは行政文書に嘘はないと思わせぶりな報道をするが、この文書は行政文書で公文書ではない。行政文書とは行政機関の職員が職務上作成または取得した文書、各種記録で、当該行政機関の職員が組織的に用いるものだ。当該機関の内部の文書であり、その中身が正確かどうかまでは担保されていない。にもかかわらず、小西氏はこの文書が絶対正しいと主張した。関する記述は捏造であると改めて主張しました。文書には高市氏に対し当時の安倍総理が今までの放送法の解釈がおかしいと電話で話したとされる記述などがあり、高市氏はこうした事実関係を否定しています。小西氏やヘボ野党と政局大好きマスコミは行政文書は正確だという世間の認識を当てにした。だから報道も高市大臣、政府与党へ攻勢ムードだった。テレ朝ニュースで野党からの追及続くとやっている。どの報道でも野党攻勢ムードを演出するが、何が高市氏にとって不利なのか具体的なことは言ってない。その恒例が9日の朝日新聞見出し、高市氏文書4枚捏造、総務省は明言避ける放送法めぐり通ったもの。いかにも役所ごと高市大臣をかばっていると印象づける。小西議員は虚実ないまぜの文書をつかまされ、裏付け不十分で国会質疑をする哀れな議員だろう。傘にかかって捏造でなかったら辞任しろと要求し、高市大臣はいいですよ、と自分の首をかけた。文書に書かれた当事者を全員集めて聴取すれば、一発で捏造かどうかはっきりする。もし捏造だったら誰が議員辞職すべきか明らかだ。お聞きいただき感謝申し上げます。